どうも、テッシーです。お世話になります。ファイナルファンタジー2続きをプレイします。回復させました。で、エーテルがね、なくなりました。あとは装備しているエーテルが、白さが2つと、あとみんな1つずつですね。ちょっとした緊急事態かなというね。で、対立も戻したんで一応大丈夫。ただヒルダを探し、いたこれ本物か、今度また偽物じゃねえだろうなと。おうおうおうおおお、デスフラワーモンスターの先制攻撃、何こいつ、モールボールみたいな。うわー、無理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 、絶対。うーおー、またやってるよヤンキング一人で。ちょっと待って、これはレブナント後でいいか。一体ずつ倒していこう。ちゃんとしよう。まあ、攻撃かな。倒せないと。くー。まあ、攻撃は入るけれども。あ、でもデスフラワー遅いな、行動が。ちょっとそこが救いかな。で、ヤンキング、あ、でもこの作戦いいかもしれないですね。巨人のコテ装備してて、ヤンキングがめちゃめちゃやっぱり攻撃食らうんですよ。強いわー。なので、まあいいかなと。よしよしよし、 OK。 これでもう倒しちまえば一応大丈夫だと。オッケーっす。これやっぱり剣が安定してんのかな。ね、前々から言ってますけど。ただソルジャータイプ、その前回最後のキャプテンタイプにはなんか槍とか斧の方が効くような気がする。よし、ちょっと山場を勝手に抜けたと思ってますが、ほら剣のレベル上がったと。いいねいいねいいね。眠りそう、何これ初めて。よし、一刻も早く抜けたいんですよね、こっからね。いや、ヤンキング食らいすぎマジで。巨人の子ってやっぱやめ、命中率が高いからね。どうしたもんだかね。まあでも、かといっても装備ないんすよね、巨人の子って以外。まあ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 、行こう行こう。こう来て、あ、一番奥ってことか。でも、ここのね、入り口は、なんかスペクターデーブ、まあ行こう行こう行こう。ファイヤー、攻撃と先手。おお、いいね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 。あー、大丈夫。今度は、あ、ヤンキング狙ってこねえなと思ったけど狙ってきましたね。よし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 、こいつは大丈夫だと。じゃあまあ逆にこんな感じでいいよね。魔法ファイヤーもったいないから。オッケー。炎の弓だから、そうね。よしよし、アンデッドには相当効くと。わあ、1900って。1900ってっていうね。よし、行こう。あー、ちょっとなんか大戦艦の時を思い出すな、ギリギリで。ここ、なんか罠っぽいけどな。
行き止まりっぽいけど、ちょっと行くしかないか、ここは。よし、大丈夫。これも炎の弓で行けるんじゃないかと踏んでるんですが、よし、行けた。ナイス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 。あ、デスフラワー、デスだからってことよね。よしよし、テッシーとシローサが先にやってしまえば、よっしゃ、決まった。炎の弓が超優秀。よしよしよし、なんとか持ってる、なんとか持ってる。なんなん眠りそう。デスフラワーが持ってたのか。ちょっと一歩一歩行こうか。あ、大丈夫、合ってる合ってる。よしよしよし、ヒールだ。これラミアクイーンだったら俺泣くよ、本当に。これはちょっとつらいな。こうやって、これファイヤー、いや攻撃でいこう。テッシーとシローサで倒せることが分かったんで、あえて、よし、うおー、マジかー。でレブナント倒せないと、うわー、なえるわー。こうするしかないな。ヤンキング死んだな、これな。くぅ、よしよしよし、耐えてる耐えてる。これでゴードンが下のレブナント倒してくれると、よし、うわうわ、よし治った。よし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 、あー、ヤンキング攻撃来なくてよかったですね。いや、本当にてっきりヤンキングに攻撃来てやばいかなって思ったんで。かー、地味に HP 高いっすね、こいつね。多分ね、本当にあと10とか20だと思うんですよね、残りの HP が今与えた後の。体力がね、体力っていう HP が残る残らないとじゃ全然違いますもんね。死んでるか死んでないか、次のターンに攻撃できる可能性が普通にありますからね。厳しい厳しい。テッシーは自分で回復するか。MP とかの上がり幅とかもあるんですかね。テッシーが結構上がってるんで、助けに行きます。ゴードン、ヒルダ、大丈夫か。ゴードン、あなたが。ゴードン、王子を連れて先に逃げろ。俺たちが敵を引きつける。分かった、気をつけろよ。ゴードン、エーテルー、エーテルー。ちょ待って、あいつトライデント持ってったんじゃ。くっそー、あの野郎。くっそー、やりやがったな。だったら最後ケアル使っとけばよかったな、あいつで。まあ行くか。使えないですよね。ちょっと試してみる。いやー、3人か、こっから。まあ、あいつはパラサイトイブ。ゴードンいなくなった瞬間こんな変なん出てくるしよ、怖いわ。何やっていくかわかんねえ。倒れない。結構いいダメージ与えたけど。うわ、こいつ MP 吸い取るやつだ。やば。くっそやべえじゃん、これ。くっそやべえぞ、これは、マジで。
ちょっと待て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 。よし。お MP さ、ほらめっちゃ減る。嘘でしょこれ。何これ、やば。これと攻撃力はないんだけれども、 MP を MP、 もうずっとヤンさん攻撃されてて、本当にちょっとかなりかなりまずいっすよこれ。くっそー、この野郎足元見よって。よし、いやもうこれエーテル下手に使えないっすね。そうなると回復も厳しいっすね。ほんといろんな敵が出てきますな。うわーうわーって言うよそりゃ。よし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 、もうザって決めてもらうしかないですよね。ザって、わあ、やり全然当たんねえもんこれ、ほんとに。くっそ、アークスももうどうなん。いや、そもそも倒しちゃうか。よしよしよし、テッシーが思った以上に強くなっている。多分ボス戦とかはないと思いますね。もうベヒーモス戦いましたし、でゴードン抜けちゃったし、でパラサイトいるし、またあのダークナイトとなんか一悶着みたいのがありそうっすよね。シローサーが大戦艦で兄さんって言ってたんで。よし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 、それかレイラが助けに来てくれるとかね。まあいい塩梅のとこでエーテルを使えればと、それなりの雰囲気が出てきたら。長い長い。でマジシャン大丈夫大丈夫。このね、弱いのが出てくるのが謎。これの上級バージョンがね、前回の最後でしたっけ、出てきましたよね。アスピルとドレイン使ってくるやつ、その関係で出てきてるのかもしんないですね、もしかして。いや、またこれね、ヒルギガースがいた洞窟とは違う苦しさですよね、これは。うわー、めっちゃもらえる。まあ最悪エリクシャーが1個あるから。おおお、もう戻ってきた。ちょ待てよ、ちょ待て。ここよ、ここ。ちょっと回は回復しようぜ。もう戦闘中には回復できないですけど、しゃあないっすね。あれ、エーテル、これをヤンさん、一応ヤンさん私使って、シローさんにも使っとくか、一応ね。よし、でエリクシャーを装備しとくと。これで行きまひょか。でテッシーはね、実際 MP あるけどあんまり使わないのよね、やっぱり攻撃に回っちゃうんで。よし、行こう。めっちゃ不安。あれ、皇帝いない。またベヒ、うわー、ベヒモス出てくんのかな。出てこない。大丈夫。やった。
敵も出てこない。エンカウントなし。オッケーオッケーオッケー。なんかちょっと拍子抜けですね。あーそっか、こっから戻んなくちゃいけないのか。厳しいぞこれ。あやべ、ランドレイセーブするの忘れた。やば、大丈夫かな。バーサクかけてブリンク、クリティカルで201。あー全然大丈夫、全然大丈夫よ。 うわうわ麻痺。そっちかそっちか、くっそー、治らない、やば。S なぁ、 S な、微妙だな。ファイヤーで行こうか。まあまあ攻撃はそこまでではないから回復は間に合うと一応ね。一体倒せれば。くっそ、治らない。あそっか、まあ素人さんには攻撃が来ないから大丈夫なのか。なるほどね。いやでもこれはひどいな。かあ逃がしてくんねえな。よしよしよしじゃないけど、ちょっとこれはきつ。くっそーやば、これはきついぞ。よし、とにかく一体倒して治ったところで、まあ、回復っすね、とりあえずまずは。よし、これで下一体も倒せるだろう。よしよし、ちょっとマジでセーブしましょう。これで、まあ、一応回復してあげてと。よし、麻痺入らない。オッケー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 。まあ麻痺入るけども大丈夫だと。これでまあ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 大丈夫でしょう。くっそー、このボケ。まああとはファイヤー連発で倒せると。よし、全員治った。勝ったっすね。オッケー。後ろにいるとこういうのもあるんですね。よかったよかった。ちょっと待て。これで回復してあげて、てかコテージあるやん。いや、ちょっとセーブしましょう。オッケーと。で、戻ると。まあ、HP 完全だから大丈夫でしょう。コテージまだ使うまでもないと。とりあえず、抜けないと。うん、大丈夫、大丈夫。問題ない。ブリザードで倒せる。知ってる。バーサクをかけて、ヤンキングにかけてあげて、ヤンさん攻撃っすね。おーし、レベル6強くなってきてる。いいね、いいね。あー、こいつもこういう、これか。こいつもこれか。なるほどね。砂漠のやつは、みんなそれか。わかったわかった。どういう、どんぐらい、炎の弓でいけるか。よし、レベルが1個上がることによってやっぱり確実に強くなってます。いいね。苦じゃなくなってますね、ここら辺も。よし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 、
ケーオッケー。あと1回戦闘持つかな。おし、抜ける抜ける。オッケー。とりあえずここでもね、なんかカエルとか、うわ、まだ抜けてないっちゅうことっすな。きついきつい、先制攻撃きつい。テッシーが生き残れば大丈夫、オッケー。ブリザード、いやまあでもよかったっていうか、大戦艦とかに比べたらまあまあ大丈夫でしたね。よかったよかった、本当に。あとダークナイトとかが出てくるかなと思ったんですけれども、出てきませんでしたね。闘技場でまあこちらの動きなどすでに見切っておったわみたいなことを皇帝が言ってましたけども、まあダークナイトに捕まって、これからどうなるんですかね。かあ、ちょっと舐めてたな。ちょっと舐めてかかったな。いや、もう抜けられるかなって思ったんですよね。大志先生攻撃。まあ、ヒルダに会いに行ってどうなるかということですかね。ブリンクナー使ってどうなるか。よし、強い強い。これもしかしてさ、レベル、まあレベルってさっきから言うじゃん、熟練度9なのかな。9が結構最大だったりする。そんな気がしないでもないんだけど、ミンウがどんぐらい強くなってたかですよね。まあ、ミンウもどこ行ったか謎ですけどね。究極の魔法のアルテマか、アルテマの封印が解けるとか解けないとか言ってましたよね。なんかあの話はどうなったんですかね。強い。うわー、倒せねえのかそれで。ヤンさんやばいな。 HPめっちゃ食らってるってことっすもんね。 HP 上がってくってことはきついっすわ、そりゃ。まあ上がるになんぼっちゃなんぼですけどね。ヤンさんだけ4000とかいっちゃったりするかもね。めっちゃやばい。ウィード、いやでももう抜けられるだろう、さすがに。ここ斧のレベル上がったと、もうこれ抜けるでしょ。ほらここはもうさすがに違う。ほら、よし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 、オッケー。でちょっと落ち着いて喋れると。とりあえずは戻ってヒルダの話を聞くと。でダークナイトとかの下りもなかったですね。シローサお兄さん、え、兄さんって、あれから接触もないと。で皇帝とダークナイト出てきたと。まあようわからんので、とりあえずはやっぱ戻るしかないですよね。
で、まあ、多分ゴードンの部屋に2人いるでしょ。ヒルダ一番最初にいたところに戻ってると。ここでね、またヒルダがなんかテッシーとか誘う、テッシーを誘うようなねことをね、ちょっとギャグとかでやったら、それまた面白いと思うんですけどね。それはそれでこんなことがあったんですよって聞いてて、テッシーが帰ってきたらそれをやってみるみたいなね。でまたテッシー騙されると。まあ実際ラミアよりヒルダの方が怖そうっすもんね。まあ本人聞いたらね、やばいっすけどね、これね。なんていうかモンスターラミアの方がなんか逆に親近感が湧くみたいな。これで一気に帰れると。とりあえず帰って街、宿屋泊まったとこで動画終わりみたいな感じにしましょうかね。まあちょっとやらしいような感じがしますけども、なんていうか、ちょうどいい感じなんで、まあ新たな話がまた進むと。あれ？こっちでしたよね。バフスクありますよね。ん？あ、そっか。ここに止め、船ここに止めてましたっけ？私。あ、そっか。カシュオン、あれか。どうしよう。これで行った方がいいか。船で行った方がいいっすね。ちょっと時間かかりますけど。あと、これ、こっち行くと、フィン城のとこに当たるんですよ。ちょっとエンカウントで時間かかりますけれども。あ、大丈夫でしたね。それほどでもなかった。よしよしよし、行こう行こう。ちょっと待って、何これ、何これ、怖い怖い、こんなんなかったよこの前。何このテント、怖い怖い怖い。ちょっとそうしましたらね、ちょうどいい感じなところなんで、このテントが何なのか次回の動画で探りたいと思います。ちょっと待ってください。これそうですよね、この最初の村のところでこんなんなかったもんね。一回アルテア戻ろうぜ。あそこ入ったらなんかまた変な始まりそうだから、ちょ、戻って宿屋泊まります。で、テントのとこに、いや違うな、話だな。まず情報、情報、情報が命。まずはまず情報を集めないとね。そっからそっから。何あのテント、怖い。なんか見慣れた、うわー、びっくりした、怖い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 。こんなやつもいなかった。うわ、めっちゃ動いてる、めっちゃ話が動いてる。みんなちょっともういくらでもええわ、もう回復めんどくさいですもんね。金ならいくらでもあるんじゃと。はい、では次回、多分まああいつですね、このなんか変な帽子かぶってるやつに話しかけたいと思います。なんか西部劇みたいに出てくるやつですね。では、動画の移動よろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。